南口小宮駅は東京都八王子市小宮町にある東日本旅客鉄道八甲線の駅である相対式ホーム2面2線の地上駅で協場駅舎を有している JR 東日本ステーションサービスが業務を行う業務委託駅で八王子駅が当駅を管理している改札口には簡易水化改札機がコンコースには 多機能自動券売機及び IC カードチャージ機がホーム及び自由通路にはエレベーターが設置されている。かつては JR 貨物の駅でもあったが、1997年3月に貨物列車の設定が廃止された。駅に隣接して秩父セメントのセメント包装所があり、施設への専用線もあった。そのため、秩父鉄道からより経由で当駅まで、 セメント輸送が行われていた。2020年度の1日平均乗車人員は2,251人である。1990年度以降の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。JR 貨物の取扱い廃止までの年間発着トン数は下記の通り。八王子市の北端部に存在している。駅に隣接した工場が目立つ状態であったが、 現在の駅周辺は、閑静な住宅地となっている。京城駅舎課に伴い駅前ロータリーが南口に整備された。また、駅北側の鉄道用地の一部は、小さな公園に転用されている。最寄りの停留所は、駅東側にある、東京都道59号八王子武蔵村山線に、ある、小宮駅入り口となる。以下の路線が乗り入れ、西東京バスにより運行されている。 かつては、立川バスが、立川駅北口、小宮駅入口、国学院大学館に運行していたが、1998年に廃止された、出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。